おお、かなりすごい。でもだんだん、あ、だんだんずれますよ。だんだんずれます。最初コバイスの理論でさらわれ。最初コバイスの理論でさらわれ。出てきますから。SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。SKJ ビレッジの説と、最後と、キンコです。はい、本日のマリメの企画は、はい、マリメピタリ賞ということで、はい、一人一個ステージ作ります。ステージを他の人がやるんですけど、ステージの難易度目安は、20ミスでクリアする難易度。はいはいはい。まあ、割と骨太くらいのステージを作って、それぞれに挑戦していただく。最初はグー、じゃんけん、ほい。最初はグー、じゃんけん、ほい。さあ、行くぞ。いや、これむずいわ、マジで。人のこと考えたらむずい。いや、俺ノーミス見たよ、ぶっちゃけ。ノーミスはね、多分無理だと思う。ミスなくね、普通に。どこミスんだろう。ビャンビャンビャン。まあ、1食らうのは、まあ、俺は食らないけど、まあ。ビャン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 。ここはね、5でいってほしいんです、一応。え、5はいける、これ5はいけんの、ちょっとやばい。全部で5だからね。別にここ、毎回通るから。そこ加味してんの。あ、そういうことね。もう来ないため、S ならもう、ここにいる人と。オッケーオッケー。うん。この辺さ余裕ですよ、ぶっちゃけ、マジで。クソ簡単じゃん。マジクソ簡単だよね、これ。ミスるわけないしね、ぶっちゃけ。ナイス、もう10個でやって。やばい。こんなの、え、俺も同じぐらいよ、多分、マジで。やば、生活。え、これ、なんなんこれ。生活じゃった、生活って。何を意図して作ったの、意図は何。まあまあまあ、いつだったら20秒ミスるかなって思って作ってはいるんだけど、やばい、本当にやばい。あ、僕様、癖ありすぎる。やばい、難しすぎるよりはいいっしょ。それかつ、そのレベルなんだ。あ、やばい、やばい、やばいよな。やんで、気づいて。なんで置いてんの？あっち行っちゃった人用に1個置いてんだ、あれは。熱っ。これって乗れる？これって乗れる？これって乗れる？意外と早いな、ね、まあでも20はいけるっすよ、これ。これ今2ミスでしょ、これ。2ミス。ちょっとしょうもないミスって結構、積み重なるから。あれは、どうも。意外と慎重にやらないと。これ死んでくる。あ、いや。ナイス！これやばい、それはやばい。え、これむずっ。よー、いや、ちょうど20かも、俺。え、あれがないと乗れないもん。はぁ、ここでもう15回行ってくれていい。あれ、え、おぉ、こんなの。1待ちしてから、思いっきり右。思いっきり上にジャンプすれば。どっちがいいんだ、うん、あー、よくないか。掴めたらいけない、でも。あれ、どっちだっけな、こっちの方がいいのか。来るのない。マジで言ってる。うん。で、時間作って落下地点見ればいいじゃん。おー、いけてる。いける、いったー、9です、今。よく見た方がいい、ここは多分。だね。この間いけるのは。うまっ、うまっ、あー、10！ やってないか、これは。やばい、今だ、いけたら、今。ありがたい、ありがたい。あ、一個ずつになっちゃったのか。オッケー。さてさて。あれ。いや。いけるか。これはもう無理だね。さあ、行くぞ。じゃあ次行きます。うまい。うまい。10ミスです。半分はやばいでしょ。これ、俺もう確信した。俺進化、ぴったり20だよ。いや、絶対ない。簡単すぎやて、こんなの。再活のミスは、うん、あのね、スキルゲーにしちゃったこと。ああ。覚えゲーにしないと。さあ、行くぞ。で、欠陥があったら本当にごめんって感じ。ああ、オッケー、まあ、まあ、着替えよう。もうちょっと慎重でいいかも、俺のステージは。頼む。難しすぎたら、でも。ダメですかね、結局。いやー、待って、それは想定なし、それは想定なし、なし想定、それは。オッケー、ごめん、今2ね。いやいや、今やっと目覚めたわ。あ、ちょっと。上げてみましょう。もっとできるでしょ。あ、やっと目覚めたわ。ちょっと待って、3ミスだよ、もう。あ、全然大丈夫。あ、目覚めてる感じする。むずいて。
まあ、ほんと集中して。集中して。こうなっちゃうんだって簡単めに作んないと。あ、ごめん。はい、な、もう7だよ。いけるわ。絶対再活構成簡単、ここは。ここは。まあ、ちょっと想定はしないか。想定はしない。想定して。俺のせいにされても知らないからは。想定して、想定して。俺のせいにされても知らないからは。想定して、想定して。ここ何ミス想定ですか、ちなみに。いや、そういう想定はしてない。オッケー。いいよ。それ持っていこう。はい、13! です。一旦ジャンプです、ジャンプです、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。よし、覚えて、覚えて。あ、覚えた、覚えた。これ完全に覚えた。ここは一回でいける。あ、もういける。もう、ギリギリ。うまい！よーし！むずいな。何かが違うか？うまい！うますぎ！あ、来た、初めてとこ！さあ、ちょうど？反応できるか？長旅です。何、何？長旅すぎて。ああ、何？気持ちいい。ちょうどだ。気持ちいい。ちょうどだ。うまいから到着して。上で、上だもんね、これ。やっぱ印ありますね。おお。知らなかったけど。靴が来て。30回。ああ、ちょうど行けますか。です。あ、しょうが。おお。はてら、無視しちゃった。合ってる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 のか？ではいませんかね。あれ俺矢印つけたつもりだったんだけどな。まあただこう上がいけるとなると27にして。そういうことですね。進み進捗度的にはほぼゴールです。 OK。 いけるいけるいける。あー惜しい。28。あー惜しい。いや、上、下の方がいいか、でも。すぐ、2倍が見えてきます。でも、ちょうどでもいけそう、2倍で。2倍でいくわ。うん。2倍でいくコースを作らないでください。さあ、行くぞ。叩きたい。鍵。え、鍵をゲットして。あの大砲の先には鍵の扉ありましたね、確かに。ま、あ、ありました？ありました。それは僕も見ました。僕も靴手に入れてるんで上から行きます。そうですね、ゆっくり。素晴らしい。ここはマジでゴールしたい。3つ行ったらゴールですよ、多分。最悪のゲスト。最悪のパターンでした。脱ぎ捨てるのよりも最悪。53。そうだね。一回出るから気をつけて。それで。最悪だー。無理やったら。気をつけて。うん。ナイス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 。脱ぐわ。ナイスナイス。あと1個だよどうせ。置いてる。うまいよ。きたー。気をつけて。入って。何があるか。俺も覚えてません。頑張れ。ない。クリボーが持ってんだ鍵。うまいです。うまい。素晴らしい。ここ一発いったらでかいぞ。さあどこを待ち受けるのはなんだ一体。さあ何が今見えたんでしょうか。ここで見えるのは想定外。あ、無敵でいけない？8ミスということで、まあ、これはもう倍以上いってしまいました。さあ行くぞ。じゃあ俺多分ねマジで、ああ頑張っ、おお、いいか、横向きなんの。いいですよ。これはでも今のところ想定し通りっす。田山さん、イカ倒したら上も行けたな。さあ、スイッチ。あ、でもいいレースだ。いい感じ、いい感じ。あんな動きするんだよ、なんか。もう一発入れました。お、あ、そういうキモいことちょっとする人には相性にしてる。キモい。この辺は、あ、でもゴールがもう見えてますよ。ゴール見えてますよ。これキモギア、これキモギアじゃない。あ、いけ。ちょっと、ちょっと遊んでかいか。あれ取れないとはけしからんですね。けしからんな、かなり上からヒップでここ行くんだ。ダリー
じゃあもう罪か今回は。そうですね。取れなかったですよね。もう頼むよ。じゃあ一郎くん右出るのは想定外。今までの経験は。罪じゃねえのあれ。でもそれ込みで罪です。あ、右手くんない。これさど。ゾロゾロ行きました。ドボロコだけは置いてかな。置いとくと跳ね返ったりしねえか。すごい。あ、そう。あ、でも今行けてたな。取れるよね。取れる取れる。あ、あ、行け。あー。取れる取れると。マジ？俺今無理と踏んだけど。あ、マジで？ドン傷処理して。ドンバックありますよ。よし、こうだ。跳ね返りです。ということです。そういうことで、だからドンケツがあったのか。素晴らしい、よう気づいた。これで正式20だわ。そして10はこっから何に大ギミックが入っていきますよ、こっから。あ、ぶっ刺さってく。いや、無理だろ、これ。いいとこにブロッシーいますね。これいいギミックでしょ、ここ。あー、でもこの先がゴールだ。頭踏めてるわ、今。これで下に行き、ガキーです。ほら、突破した模様。さあ、鍵が、いや、結構むずいって、あそこ。さあ、行くぞ。落ちてく場所が分かってたってやつだ。無理じゃないですか。あれ、行きますよ。ここだ。なんか上、出てきそう、あいつ。スキップでピュッて入れそうだね。さあ、お願いします、斉藤さん。オッケー。同じタイミングですよ、今。おー、かなり都合いい。でも、だんだん、あー、だんだんずれますよ。だんだんずれます。最初公倍数の理論でさらわれ。最初公倍数の理論でさらわれ。出てきますから。出てきますとかは言ってよ、じゃあ。その情報めっちゃ大事だった。で、あいつらこっちに来るっていう情報はあります。安全なところで待機して。さあ、行くぞ。いいよ。さあ、あいつら前出てくるのか。じゃあずっと待ってるわ。なんと時が倒します、このステージ。ファイヤーあるということは、こいつ倒せばいいだけか。初めて見た。何体何体。レチェック。一応間違えたのは。57くらいわかんないけど。60はいってるな。むずいっすよ。